積水金属代表の加藤です。皆さんご苦労様でした。お疲れ様でした。昨日の開会式でもご挨拶させていただいたんですけれども、皆さんのゴールはこちらの鉄道模型コンテストだけではなく、皆さんの学園祭です。学園祭をその通り過ぎて、さらにその向こうにある地域の方々に、多くの方々に皆さんの作品を最寄り駅で展示いただけるように、審査員という立場だけではなく主催者の立場では実現させていただきたいなというふうに思っております。皆さんのこのジオラマを作られたというこの経験をですね、ぜひ次の世代に生かしていただきたく、あるいは皆さんの学校に今度入ってくる中学生あるいは小学生に向けてですね、広めていただきたいなと。皆さんの技術っていうのはここで終わったわけではなく、これから長い人生の中で大変貴重な経験を積まれたものだというふうに思いますので、自信を持ってですね、さらにいろいろな興味を抱いて、でそれを立体的に模型で表現するというところで頑張っていただきたいというふうに思います。来年後輩が、あるいはまだ現役の皆さんも参加できると思います。来年こそはこのライブでも皆さんにいらしていただけるように、この新宿のこの会場にオンラインで多くの方に参加いただきましたけれども、プレゼンテーションいただきましたけれども、来年はまたライブでもご来場いただけますように、いい作品をお待ちしております。頑張ってください。